こんにちは。突然ですが、あきらくん登場です。はい、鼻毛が出てるのを気にしないでください。私のマイ抱き枕です。中学3年生の頃に買って以来ずっと持ち続けているんで、もうボロボロなんですけど、一応豚です。はいね、はい。そんなあきらくんを踏まえて今日はどんな話をしましょう。最近のダメンズの話をしましょうか。本当に近頃の男の子は出来が悪いと言ってやりたいんですけど、まあちょっと聞いてください。なんて言ったらいいんだろう。得意なものを、得意じゃないものをいかにも得意っていう人はモテないと思います。てかそれは当たり前なんですけど、まさにそれを目の当たりにしたんですね。この前みんなでビリヤードとかダーツとかの、最近は漫画喫茶にそういう設備がいろいろ揃ってて、で漫画喫茶にみんなで行こうってなって、それでビリヤードダーツいっぱいみんなで遊ぼうっていうことになったんですけど、その中に一人、俺すげえビリヤード得意だからマジ教えてあげるよっていう人がいて、まあそれで私はビリヤードもダーツも全然やったことない初心者なんで、あ、じゃあ教えてねって軽いノリで行ったんですけど、まあでも得意なら期待はするもんで、いざ行ったらなんか私の方がちょっと上手くないっていうぐらい、もう苦手なのかただ得意げなのかっていうぐらい、本当にその人すっごい下手で、それ言っちゃいけなかったんじゃないかっていうような、もうひどさ、なんかもうかわいそうなぐらいのボロボロのなんかビリヤードになっちゃって、でもその人はまだ名誉挽回をしようと思ったらしく、じゃあちょっと次さーってダーツやろうよって言われて、そうだよな、ダーツだけだったら投げるだけだもんなと思って私もやったんですけど、明らかに私の方が点数が高くて、本当どこ投げてんのっていうぐらい、なんか的に外れ、なんかつくどころか下に落ちて的にすら届かないんですよ。だから本当にこれは得意じゃない、何のための嘘なのかっていう、普通に別にグループ交際とかでもなくて、ただのもう本当にただの友達何人かが集まって行こうぜっていうノリなのに、絶対格好つける必要がなかったところなのになーと女の子の間では話されていたんですけど、まあ彼は大満足だったらしいんで、私たちは普通に笑顔でやり過ごしましたが、どう思いますか、あきらさん。ダメですよね。本当ダメだと思います。皆さん普通に女の子には格好悪いと思っても、普通に正直に生きた方が身のためだと思いますよ。最近のダメンズはダメですね。だからダメメンズなんですね。はい、こんな感じで私の話はまだまだ続くと思いますが、皆さんのんびり聞いてください。バイチャー。